あの、鬼滅の刃を、おととい、あの、最後まで読破したんですけど、キャラクターをすごい細かく設定する神経質な人が書いているので、あの、鬼滅の刃ですけど、なので、あ、この人、その、ドラゴンボールとかみたいに新しい敵が出ましたとかで話を続けたりとか、その、引き伸ばしたりって多分できないタイプの人だなっていうのが、まあ、読んでるうちに伝わってくるんですよね。その、漫画ってあの、単行本の後ろにあの、作者がなんかちょこちょこ文章を書くじゃないですか。 であとそこのあのなんか対象こそこそうわ話みたいなのでそのこういう設定だなんですよみたいな設定を書くんですけどその全ての人がちゃんと実在するっていうことを考えてこの人だったらこう動くだろうっていう設定に祖母がないような形で話を進めようとしてるんですよね。 なので、あの、ある人の技の名前が、実はこういう設定で過去こういうことがあったから、こういう技の名前ですよとか、そのなんかあの、ま、普通鬼ってま、人間を襲う側なので、あの、殺せば終わりちゃんなんだけど、鬼になった人っていうのはこういう人生があったので、結局こうなったんですよっていうので、その、全員が全員悪い人じゃないんだよね、みたいな設定だったりするので、 で、割とあの、自由の人も死んだりするので、そういうのを考えると、ちょっとあの、2作目、3作目が作れるタイプの人ではないんじゃないかな、という気がしました。はい。なので、あの、そのガンムにして、ガンムじゃねえや、あの、えっ、ー、と、ジャンプにしては珍しく、あの、ちゃんと終わった漫画ですよね。ジャンプってやっぱりあの、そのま、ドラゴンボールを筆頭に、その、伸ばしがちなんですよね。悠々白書とかもやっぱあの、なんか人気が出ると、そう戦闘シーン増やして、なんか、新しい敵が出たってなるんですけど、 鬼滅の刃はあれはもう伸ばし本人がもう本当にその自分の中で完全に設定作っちゃってるので多分細かいところまでちゃんとキャラ覚えちゃってると思うんですよね。 あの、鳥山明さんにあのインタビューした人で、そのドラゴンボール大好きっていう人がインタビューして、その、あの、僕あのキャラ好きなやすタオパイパイって言った時に、鳥山明さんが、えタオパイパイ誰っていうリアクションをしたっていう。もうその、書いたそばから忘れてるらしいんですよね、鳥山明さんって。なので、細かい設定とか全然覚えてないらしいんですけど、あの、鬼滅刃はそうじゃないタイプだったりするので。で、 あの、三浦健太郎さんも多分細かい設定覚える系の人だと思うんですよね。そのベルセルクっていうあの漫画があって。で、まあその、最初はそのなんかあの、あのやたらでっかい系を持ってるおっさん主人公で突然なんか悪魔と戦うみたいなとが始まるんですけど、 でまあ、あの途中からその自分の若い頃になってなぜそういう世界に入ったのかみたいなのでその過去の話っていうのを9巻ぐらいまでやるっていう感じでそのすごい細かい設定を考えた上でそれをちょっとずつその落とし込んでいくっていうのをやってるタイプの人なのであとまあその「ハンター×ハンター」の作者は行き当たりばったりでやってるから途中から進まなくなっちゃったんだろうなと思います。す、はい、すごく優秀な人だと思うんですけどね その、ハンターハンターの作者の人もすごい考える人だと思うんですけど、その、書いてる最中に話が広がっちゃって、で、落ちも考えずに話を広げちゃって、収集がつかなくなっちゃうっていう、多分そういうタイプなんじゃないかなと思ってますけども。はい。というわけで、あの、鬼滅の刃は珍しく面白いので、あの、おすすめです。はい。ジョジョはもう、あの、その、一部、二部、三部で終わらせるって決めちゃってるので、 なので、あの、終わらせてるけど、自分がやりたかった分は次の章に繋いでそこでアイディアを突っ込むっていうのをやってるので、うまく延命できてるパターンですよね。